フランソワ・ミッテラン、フランソワ・モリス・アドリアン・マリー・ミッテラン、1916年10月26日から1996年1月8日は、フランスの政治家、社会党所属、第一初期、第二十代大統領、第五共和制を二期十四年にわたって務め、同時にアンドラ公国の共同大公務務務務めた。1916年、シャラント県、 ジャルナックのカトリックの家庭に生まれる。父、ジョゼフ・ミテランは、鉄道会社に勤め、アングレーム駅長を務めたが、一時保険料を営んだ、あと、学府が所有するス製造所の経営を引き継ぎ、全国ス製造業者連合の会長も務めた。当初青年右翼であったミテランは九百三十四年から、極運動に参加、当時外国人排斥や、王政復興を歌っていた右派の組織。 クロアド風に所属した。同年、バカロネアを取得し、パリ大学、ソルボンヌ大学の文学部及び法学部を卒業。1937年、パリ政治学院大学院、エコール・リーブルで再音説ポリティックを終了し、また、同年、広報修士号を取得した。1939年9月、フランスの第二次世界大戦参戦を受けて、軍隊に召集される。 その後負傷し、ドイツ軍の捕虜となるものの、1941年12月に闘争に成功し、フランスに帰還。1942年からは、フィリップ・ペタンが主犯を務める、新独政府である、ビシー政権下で働き、1943年8月16日には、戦前の国家主義活動やビシー政権への積極的な系統ぶりが認められ、勲章を授与される。 しかし、同年12月には、体独レジスタンス運動に参加し、地下運動をはじめ、ロンドンに逃亡。1944年には、ドゴールの臨時政府に参加した。1944年10月28日にダニエルと結婚した。1946年、ニエーブル県選出の国民議会議員となり、植民地層、国務省、法省などを歴任し、 第四共和世紀の十年余りをほぼ閣僚として過ごす。この間、フランスが植民地の独立運動に直面していた1953年には、ビゼルトからカサブランカまで北アフリカにおけるフランスの影響力の維持は私にとってあらゆる政治問題の中でも一番の題であると表明し、翌1954年にアルジェリア戦争が勃発した際には国民議会において、 アルジェリアのハントは戦争という最終形態しか見出せないのだと発言、ハントを射殺することを命じ、独立運動の鎮圧を図った。ジャック・マシュ将軍がアルジェの戦いにおいて、アルジェリア民族解放戦線、FLN メンバーの尋問の際に拷問を、組織的に言ったのは、とりわけ、ミッテランの命令を受けたものだとされている。1959年、シャトイコルシノン市長に、 就任、1981年まで。1965年には、左派統一候補として、大統領選挙に挑み、ド・ゴールと対決。結果的には敗れたが、決選投票において1061万9735票、44.80%を獲得した。1971年社会党、第一初期に選出される。その後、 ドゴールの後を継いだジョルジュ・ポンピド大統領の任期、半ばの休止を受けて行われた1974年の大統領選挙でも、再び決戦投票に持ち込み、1297万1604票、49.19%を得たものの、1339万6203票、50 81、81%を得た、バレリー・ジスカールデスタンに、僅差で赤敗する。 ジスカールデスタント再び争った次の1981年の大統領選挙では1570万8262票51.76%を得て勝利第21代大,大統領に就任フランス共産党との連立でピエール・モーロワ内閣を成立させ有給休暇の拡大法定労働時間の削減ラジオ及びテレビの自由化 大学入試の廃止、死刑制度の公式廃止を行うとともに私企業の国有化や社会保障費の拡大をはじめとする社会主義的政策を取りた。このため、ギード・ロチルド、ベルナール・アルノーラ多くの企業家たちがフランスを出国する事態となった。しかし、翌1982年にはインフレの進行、失業者の増加に直面したイコール・ミッテラン・ショック。 賃金を凍結し、公共支出を削減するなど、緊縮財政をとり、さらに首相もローラン・ファビウスに変えた。不仏戦争の賠償金シンジケ系統が抑えきれなくなり、自由主義的政策に展開することになり、1984年には共産党が連立から離脱した。1986年の議会総選挙では、社会党が大敗を喫し、右派政治家。 ジャック・シラクが首相に選出され、保守派内閣が誕生し、第一次、コアビタシオン、捕獲共存が成立する。しかし、1988年の大統領選挙では54.0%の得票率でシラクを下し、大統領再生を果たした。続く総選挙で、社会党が勝利し、ミシェル・ロカールを首相に指名。1991年には、 エディット・クレッソンを首相に抜擢し、フランス史上初の女性首相が誕生。1993年の総選挙で、再び右派が勝利を収め、エドアール・バラデュール内閣が発足し、第二次コアビタシオンが成立した。大統領在任中の1993年2月には、1887年から1954年まで、植民地支配したベトナムと和解した。なお、 1993年から1994年にかけてピエール・ベレゴボは元首相や長年金庫番を務めていたプログスなど複数の側近が自殺したことから不祥事のもみ消しを意図したミッテランの指示によ殺人ではないかという疑いがマスメディアにおいて高まった。ミッテランはドイツのコール首相と共に欧州経済共同体と欧州 原子力共同体を発展的に進化させて欧州連合とユーロの創設を主導した欧州経済共同体設立条約と欧州原子力共同体設立条約を定めた1957年のローマ条約を欧州を統合し欧州連合を創設するために発展的に改変し1986年に単一欧州議定書を採択し1987年に発行さ 1992年にマーストリヒト条約を採択、署名し、1993年に発行させた。1985年には加盟国間で国境検査なしで国境を越えて移動できる宣言協定を採択し、2016年時点では加盟国は25カ国に拡大している。1990年には欧州通貨統合の第1段階として、 欧州経済共同体の加盟国間では投資の自由化され、1994年には欧州通貨統合の第2段階として、欧州中央銀行の前身の欧州通貨機構が設立され、加盟国の財政状況を審査を開始した。ミッテランが2期14年の任期を終了して、退任してから7月後の1995年12月には、欧州理事会において、 欧州統合通貨の名称はユーロに決定された。ミッテランが退任してから3年7月後の1998年12月にはユーロは国際決済通貨として使用され始めた。1995年5月2期14年を終え退任。翌年1996年1月8日に前立腺癌によりアンヌ親子が見守られてパリの自宅で死去した。 主治医だった医学博士は、ミッテランの死後に、重大な秘密という題名の著書を発表し、ミッテランは1981年から1995年の、任期の大部分を前立腺癌の治療を続けながら、大統領職を務め、2期目の任期の終盤には、癌の進行により、大統領職の遂行が困難な状況だったが、その病状は公には秘匿され、選挙時や、 大統領在職中のミッテランの心身の状況について健康であると偽装して発表されていたと述べた。ミッテランの家族はガブラー氏が守秘義務を守らず、ミッテランの病状を公開したことに対して、死と出版社に訴訟を提起した。1944年10月28日にレジスタンスの同志であったダニエルと結婚し、三男を設ける。また1974年には、 30年来の付き合いのあったアンヌ・パンジョとの間に隠し子マザリーヌを設けている。ギニは自分の棺に最も近い席にマザリーヌとアンヌを座らせることを遺言で指示していた。夫人のダニエルにも他に愛人がいたことが知られている。ちなみに女性問題に関しては大統領就任直後の記者団との朝食会の席上で記者から質問を受けた際に エアロール、エアロールそれが何かという意味のフランス語と答えたことは有名である。老いのフレデリック・ミッテランは、名画雑誌配人、映画監督、俳優、プロデューサー、作家、TV 司会者であり、サルコジ内閣の文化大臣も務めている。文人政治家で、フランス・ワアルネド・シャトーブリアンに似た文章を書くと評された。近年、フランス最後の、 国府として再評価が盛んになっている。TNS ソファーズが2005年12月20日、21日にフランスの有権者1000人を対象にミッテランに関する電話調査を行った。ミッテランが実行した政策の中で異様だと思うものを問うたところ、複数回か死刑廃止を挙げた人がトップで71%生活保護費や年金の充実、 週39時間労働制の実施などの社会政策を挙げた人がついで66%で、マーストリヒト条約の署名を挙げた人が3番目に多く1%だった。同調査で、ミッテランが大統領を務めた任期14年に対する評価を問うたところ、63%の人が評価できると答え、評価できないと答えたのは26%だった。 戦後の大統領で最も偉大な人物を挙げよという説問では35%がシャルル・ド・ゴールの名を挙げ、ミッテランと回答したのは30%で2位。3位につけたジャック・シラク前大統領の名を挙げたの7%だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。